おはようございます。なるほど。はい、ということで、2時間のね経営ミーティングが終了しました。非常にいい話ができました。この後コーチングなので準備します。おはようございます。おはようございます。お願い。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今3本終わったのでこれからですねランチミーティングがあるので五反田に向かいたいと思います。はい、今から、ちょっと江ノ島サウナのですね最終チェックに江ノ島に行きたいと思います。ということで今江ノ島に着きました。なんか今日成人の日だからここですね、めちゃくちゃ駐車場いっぱいですね。ちょっと向かいます。今江ノ島サウナをチェックしていきました。スタッフのことね、チェックしてきたんですけれども、まあ、細かい備品とか足りないものをチェックして、で電力がサウナが結構使うので電力アップの関係で今すごいオープンが遅れてるんですけど、まあ、1月の15日ぐらいにはオープンいけそうな感じです。はい、今から都内戻りたいと思います。おはようございます。あ、こんにちは。あ、こんにちは。お世話になります。はい、今面談終わりました。うん、素晴らしい。やっぱ面、こうゴールビーに行ってね、嬉しいことっていうのはこうどんどんこう優秀な人とか前向きな人とこう出会えるっていうところがすごくありがたいなと思っていて、やっぱり人だと思うんで仕事ってやっぱりこれ本当にいい環境だなと思いつつ、私も成長していきたいと思います。ガンガンいきます。今、午前中のね仕事終わったんですけど、今日からね、大阪に移動して、明日明後日の2日間がゴールビーの、経営会議みたいなものがあるので、ちょっとその大阪の2日間の準備をしたいと思います。ということで準備できたので今から大阪に向かいたいと思います。Thank you.
大阪着きました。イエス。なんかわけわかんない駅に行っちゃった、はい、あの逆乗ってました。そう、はい、カメラ回せすぎやろ。やばいやん、もうみんな取り合ってる。キッズ運転手さんの荷物パクってくるわ。どのルーティン見てもクロスのパルク行ってらっしゃい。わすごい、見たことある。これにもちょうだい。マボロスのパルク。ありますありますそれやったら全然。うわ、でかっ。それね、窓これなんかね、不思議なんですよ、作り。あ、すごい。うわ、明けましておめでとうございます。こいつがラストの感情に触れたいやったら、まず自分の。おはようございます。うっす。いやーっす。えっす。あ、きれい。マジで。着きました。グッドさん、うわ、ラストワンプレート上にもあるじゃん。確かに。マジか、このビールちょっとテンション上がるな。うわ、肉もめっちゃ肉ある。え、肉どこ足した？あ、下の。何も。あ、ガンマシンもあった。これどこで？誰やったんだ、30人だけして。フォロワー数1万人ってなんか現状の内側の範囲やな。なんか1万人行く方だったら。全員？え、全員ですか？俺はちなみにコアメンバー何個かわかんないぞ、300グラムって2個ください。サウナがこんなすごい。え、もうあれ、これ水風呂ですか？水風呂です。怖っ。いきます。3、2、1、バーン。え、あ、ここ入るとこですか？そうです。すごい、全然あったかくないですね、まだ。あったかいですか？なんとも言え。あ、ありがとうございます。あ、じゃあそれ、はい、おはようございます。いいが怖っ。おはようございます。それ朝ごはんですか？あ、これはあの、鶏の餌です。ありがたいことです。あ、こんにちは。はい。何ですかそれは。うわ、やばい。うわ、やば。はい、今新大阪着きました。はい、解散。これはそんなに筋肉とこのニラひねこですから大量に。あと7分 B で行きたいと思います。はい。
はい、ということでね、先ほど合宿から帰ってきたんですけども、その間のね、作業とかの仕事がめちゃくちゃ溜まってるので、今からやっていきたいと思います。フィーコン？ヘローかな？フィーコン？はい、今明雄さんとたけしとミーティングが終了しました。今月からちょっとね、かなり気合を入れたプロジェクトがスタートするというか、なのでね、気合入れていきたいと思います。今からもう一本ミーティングです。あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ではオフィスに向かいたいと思います。あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。今なぜかゴリラからですね、泊まり行きますみたいな連絡が来たので、これからゴリラが泊まりに来るかもしれません。今ね、僕の経営するパーソナルジムリミットのね、 CEO の寺尾とミーティングしてたんですけれども、やっぱりこっちもね、世の中相手に商売させてもらってるんで、生半可な気合ではダメだなと、感じました。ちょっとここからもう一回ね、今年ですね、気合い入れ直してやっていきたいと思います。やります。はい、今からね、ゴリラと、鍋を食べながら雑談するので、キムチ鍋を作りたいと思います。膝、うわっ、危ない。どうやって体の健康を保つために、膝、どう、そのゴリラ最新の iPhone 買って、好きだな、最新の洋服買って、最新 KP、 今年もよろしくお願いいたします。お願いします。何すか。はい、ということで皆さん、今週もルーティン動画見ていただいてありがとうございました。今週はですね、なんといっても、週の真ん中にですね、大阪に行って経営メンバーで会議をしてきたんですけれども、会社のゴールっていうのが決まって、すごいやることがたくさん出てきてるんですけれども、やっぱりメインとしては各個人個人の SNS を伸ばすっていうところが出てきまして、僕自身もね、まだ今 YouTube が3000人ぐらいなんですけど、6月末までにね、1万人まで伸ばすっていう目標を立てて、やっていこうと思いますのでね、皆さんが面白いなとか思えるような動画を出せれば、嬉しいかなと思います。面白いなと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいでございます。感想としてはですね、やっぱり、会社のメンバーなんですけど、温泉入ったりとか、山登ったりとか、みんなでね、ご飯食ったりとかするっていう、会社の頼れる同僚でもあるんだけど、なんか普通に一緒にいて、友達よりこう仲がいいというか、もう友達以上の存在に感じられる人たちとこうやって何かができるっていうのが、すごく嬉しいことなんじゃないかなっていうふうに感じながら最近は過ごしております。この仲間とね、もっと先に行くためにもね、個人個人が強くなるっていうことをね、やっていきたいと思いますので、来週以降もね、気合い入れてやっていきたいと思います。皆さんもね、この週はどんな1週間だったでしょうか。来週以降も気合い入れて頑張っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。目覚めの日本人。